皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、年間計画を作った後に収益が足りない時にその金額を埋めるためにどういう動線設計をしたらいいのかというご質問がありましたので、そのことについてお答えしていきたいと思います。まずですね、年間計画作る作らないところの、当然話はあるんですけれども、1年間どういうふうに自分が、事業を作ってどういう形でやっていこうかっていうのをまず考えるか考えないかって言ったらですね、まず考えることはやってほしいんですよね。違う巻きでですね、その年間計画を作らないと目標達成がされないっていうような話をしたことがあるんですけれども、目標達成するためには見える化、行動計画を見える化まずしなくてはいけなくてですね、その見える化をするためには当然年間どういうふうに自分が動いていきたいのか、例えば新規事業を作る場合には今期どういう動きをしたらいいのかっていうのをまず考えて、でそれを数値化するっていうのが年間計画なんですね。でこれ2つの作り方があって、1つ目はまず今年いくら稼ぎたいかっていう形ですね。例えば私が今年じゃあ1000万やりたいですっていうとね、だいたいざっくり、月間が80万ベースですよね。100万とかやれば1200万になるし、これが0 1個取れれば1000万じゃなくて年間100万やりたいですって言えばね、8万なのか10万なのかとかいう、そういう世界で作っていくことになるんですけれども、その最初に大きな欲しい金額を決めたものを、月間でざっくりどれぐらいやっていくのかっていうくくりから金額出すやり方と、あとは自分が今こういう商品を持っているから、それを合計するとだいたいこれぐらいになるから、それをじゃあもうあともう少し増やそうか、例えば今自分が持っている口座が10万の口座があって、でちょっと単発口座が5万あってとか、なんかそういう細かい数字を積み上げたら30とかが見えました、だから来期は40万にしたいですとか、そういう積み上げ型で組んでいく数字の作り方もあるんですけれども、どっちでもいいんですが、基本目標達成しやすいのは大きな金額で欲しい金額を作って、それを細分化した状態で年間計画を作るっていうのがまず一つ達成しやすいやり方の一個ですね。でそれをやった後に、今度はシーズナリティですね、業種業態によって稼げる時期と稼げない時期っていうのが当然出てきますので、例えばそうだな、クリスマスに強い業界とかだったりするとその時期にものすごく金額跳ねますよね。跳ねるっていうのは儲かるっていうことです。なので季節物を扱ってる人っていうのはそこに当然ボリュームがかかるので、そこにどうやって稼ぐかっていう前段階の準備が、その前っていう動きに当然なっていきますよね。最近季節商品のものっていうもののプロモーションがめちゃめちゃ世の中的に早くてですね、例えば今そうですね、夏ですけどね、ハロウィンとかがあるとするじゃないですか。でハロウィンの商戦っていうのは、9月とかが盛んに本当はなってくるんですけれども、だんだんこう通年化してきてるとですね、もっと早く売ってたりとかする商材とかがあったりしますね。特にお花の業界とかだと半年前とかに、そのお花の商材取んなきゃいけない、要はクリスマスに売りたいから、半年前ぐらいには写真を用意していたいっていうと、その年にそれを買ってたら間に合わなければ去年買っておかなくちゃいけないとか、そういう感じで前倒しでここ行っていかなくちゃいけないケースが結構多いんですよね。ですからその前倒しで動いていかなきゃいけないっていうことは、自分の事業がシーズナリティ的に影響されてしまう事業なのかどうなのかっていうのを自分が把握してるっていうことがまず1点あります。私の場合には、例えばパン教室をやってた時にはシーズナリティに左右される業種業態だったので、冬に割と儲かるっていうことは、その準備は大体夏にやることになります。ですので、シュトーレンとか、あとはなんかクリスマスのパンとかいろいろありますよね。そうだな、クリスマスのリースパンとかツリーパンとか、なんかそういうのもやってたりしてたんですけど、その新作を作る試作とかっていうのは大概8月のお盆付近にやってたので、夏に冬のパン作るんですよ。だから結構気分は乗らないですね。自分の気分は乗らないだけれども、それを
作っておかないと、写真作ってやってって募集をかけてってことを考えると、どうしても半年前ぐらいの動きになっちゃう可能性があります。なのでそれを読み込むためにも、年間計画でここに売り上げ上げたいなと思ったら、大概その準備の動きは遅くとも3ヶ月前で、さらにその仕込みは半年前ですねっていうことが多い。でそのシーズナリティのものしか用意できないものは、もしかしたらその前の年にアイテムとか買っておかないとですね、用意できないケースとかがあるので、その前に自分が何をするべきかっていうのを計算するためにも、その時期にどれぐらい欲しいんだっていうのが理解しておかなくちゃいけないのがまず1点目ですね。でそれを分かった上で、今度は足りないと見えているところです。シーズナリティが関係ない業種業態、例えば私は今コンサル業をやってますけれども、基本はシーズナリティあんまり関係ないです。でもシーズナリティが関係あるとする部分があると、やっぱり人が新しいことをしたい時期ですね。4月とか1月とか秋の変わり目の9月とか、このあたりとかには、募集かけやすかったりとか、集客しやすいものがあったりとかしますね。シーズナリティが関係なかったとしても、これは購買心理学の方です。どっちかっていうと、人がどういう時にこう新しいことにチャレンジしてみたくなるのかっていうのが、結局なんかやるじゃないですか。マスコミとか、あと家電量販店とかがなんか春の新生活応援キャンペーンとか言ってみたりとかですね、世の中のムードがそうなるので、自然にそういうことを考える時期になってしまうので、シーズナリティが若干あるといえばあります。ただないといえばない。となると、自分主導で、こういう企画をやろうとか、こういうレッスンないしはパッケージ作ろうっていうのはやっても通年ものである可能性が高いですよね。でそうすると通年ものなんだけれども、だらっと集客するとですね、やっぱり難しいんですよ。通年ものでも自分の中でメリハリつけて、いつの時期ならいけるかとか、いつの時期ならここは人は申し込みやすいかとか、そういうものをこう作っていく必要がありますね。そうするとちょっとメリハリ、秋と春みたいな感じが、だいたい通年ものでやるときもちょっと大きな山場が作る必要がありますね。でそれに加えて、あとは日常的にイベントレッスン的なものを組めるようなものとか、イベントセミナーみたいなのを組めるものを、その大きい柱の中を埋めるようにポン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 って配置していきますね。でもまだ足りない、自分がやりたいように足りないっていうことは、その時の、あとはもともとこれ準備しておかなくちゃいけないんですけれども、自分の持ってる顧客属性をですね、その足りないところに声をかけたら埋まりそうな人別属性とかをやっていきます。例えば困りごと、この人はそうだな、なんだろう、ウェブサイト作りとかにいつも悩んでて困ってるよねっていう人リストとか、この人は写真に困ってるよねリストとか、この人は、SNS の YouTube に弱いよね困ってる人リストとか、そういうものを顧客属性別に悩み別にもともと分けて持っていると、その時にどの単発ものをやったら人が来そうかっていう、特にその濃い人を中心にまずダイレクトメッセージを送っていくことになりますね。だから顧客整理ができてないと、近々の狭いところでピンポイントで人を集めない時に集められないので、お客さんを知っておくっていうのがそもそもまず大事になるんですね。だからこれね、普段からの名簿のメンテナンスなんですよ。この人はこういうことにもともと困っていて、こういうことを知りたがるタイプの人とかね、もちろん、その時の旬なものを私の場合だったら教えるっていうところで言うと、例えば LINE アットが今 LINE 公式マネージャーっていうのが変わりましたけれども、そういうものを知りたい人っていたりとかすると、それを緊急的に組むとかっていうのはね、やりますよ。やるんですけれども、それは世の中がそうなってみないと分かんないから、年間上で組んでいくことはできないですよね。だからその緊急でちょっとこう穴埋めをしたい時に困ってる人を助けるっていうことももちろんあるんですけれども、自分が時間を取れる時、かつその人たちが欲しがるであろうという情報を渡していく、ないしはイベントを組んでいく、やっていくっていう、人の気持ちと流れと動きと、あと時節ですね、季節柄のシーズナリティを読み込むっていうことが必要なので、両方見ておく必要があります。社会情勢と、あとは顧客属性の個人の方の情報ですね。社会情勢は乗っかると楽な情勢とかはありますよ。
例えば分かりやすいところで言うと消費税アップとか、このあたり分かりやすいですよね。そこの前なら得だよっていう見せ方をする、金額的に見せるようなイベントを組むときには、消費税前消費税後みたいな組み方とかもできますし、特に大きな金額のものを扱っている方はこのインパクトは大きいですよね。住宅とか 1% 変わるとものすごい変わりますからね。そういうもちろん見せ方ができます。で、さらにあともう少し、話をしていくと、そもそも論の話になってしまうんですが、月々にこの金額が必要だからこの金額を追いかけるという体制をやめるということになります。どういうことかっていうと、やっぱり定額的に入ってくるモデルを1個でもいいから持つっていうことですね。よくその定額モデルで有名なのがヤズヤさんですよね。定期購買モデル、通信で最初にお試しがあって、でその次3回セットだとこの金額で、そのまんま継続をするとこれぐらいになるみたいな、細く薄く長期的に、商品を買ってくれる人をしっかり捕まえるっていうことになります。これは長期安定モデルになるので、私の肌感覚だと事業のですね 50% 近くが定期モデルで組むことができれば、そんなに毎月大変じゃないんですよね。安心してイベント的なものを集客できたり、単発で大きいものを集めるっていうチャレンジをすることができたり、自分の総事業、例えば100万毎月欲しかったら50万まで定期モデル組むっていうことができれば、結構楽です、だってどんなに落ちてもある程度50万までは見えてるってことになる。ゼロだったとしてもですね。だからこれが定期モデルが、大きい金額で定期モデルを組んじゃうと、人がいなくなった瞬間とか買ってくれる人がいなくなった瞬間にドッと売り上げ下がっちゃうので、薄く広く大人数を取っていくっていうことができるモデルを作ることができれば長期安定なので、それを作るのに時間かかります。かかるけど長期安定します。なんで、さっき言ったモデルをやって埋めながらはもちろんするんですけど、そもそも論のこのベースですね、これを構築するのを数年がかりでもいいから取り掛かった方がいいですね。そうするとこう埋めなきゃ埋めなきゃっていう感覚がだいぶ減ってきます。私も定期課金モデルとか、自分も月額コンサルティングっていうのをメンバーに持っているのでやってるんですけど、それのきっかけになったのは、ちゃんと毎回募集して埋めてやっていたモデルが破綻した時です。予約が止まってゼロになった瞬間を経験しているので、その時にビジネスモデルの組み替えっていうのをやって 50% は定期的に入るような形に変えたっていうのがやはり一番大きなきっかけだったんで、安定的に事業の継続を目指すんであれば必須なのが定期モデルになるので、最初は50は無理です。 50% の事業モデルの 50% を組むのは無理だけど、 5% でもいいからやり始めて、少ししたら 10% になった、 20% になった、 30% になったっていうふうに、全事業売上モデルの中のパーセンテージをどんどん増やしながら、安定的なコミュニケーションと、あと人数ですね、人数を個人の固い人数増やしている方が事業は安定します。法人との付き合いはお金大きいんですけど、法人が傾くと切られますからね。だからそこに頼った売上構成はしないっていうのを私は決めていて、法人は全事業売上の3割までにとどめるっていう法人との契約の組み方で、あとは7割は個人で稼ぐっていう形でやってるので、そういう意味で安定してるかなっていうふうに思います。ですのでまとめると、その足りないところを埋めていくっていうところの手段っていうことを短絡的に考える方法が一つはあります。イベントをどう組んでいくかとか、シーズナリティとか、そもそもの準備で顧客リストを分かっておくっていうのはあるんですけど、それ以前の問題に定期モデル作れないかっていうことを検討するっていうのも必要になりますので、ぜひそんな観点から考えてみていただければというふうに思います。それでは。